が激しいっていうので見ていく、わかる、見ていただけると思います。続いて A2 のシナリオ、まあ人口がずっとすごい増えてますよね。一番最初の2倍以上になっているんですけれど、だけどそれと一緒に左下の経済成長を見ていただくと、全然経済成長していないので、これそれ経済成長をしないためにどんどん人が増えていくっていうのは、環境にとっても悪循環になると言えます。続いて B1 のシナリオ、これは人口はまあやっぱりずっと増えていってる、増えていって経済もまた少しずつ増えていってるので、割合望ましいのかなって思いがちですけれど、地球の面積っていうのは結局限られていますので、やっぱり増え続けるっていうのは地球にとって良くないことだなっていうのとか、いろいろそういうことで考えていけるかなと思っています。そして最後になんですけれど、これはまあグローバル化をしないで環境重視だったりとかのモデルで、これはまあ言ってしまえば鎖国状態になってしまいます。人口も増えていないし経済も伸びているから結構いいのかなと思っても、他国とのつながりがないためにより戦争の原因になりやすい、言ってしまえばまあ経済成長した北朝鮮みたいな感じかなって思っていただければいいと思います。では続きまして西川の方が説明させていただきます。続きまして、冒頭で触れさせていただきました地理情報システム ArcGIS のレッスンについて説明させていただきます。カーナビゲーションや Google Earth など空間的な地図情報を利用する場面が広がりつつある中、地理情報システムは地図情報を用いる際に有効であるとされています。地理情報システムにはさまざまなデータを重ね解析することができます。次でその解析事例を紹介します。まず夜間光です。この夜間光のデータはアメリカの人工衛星 DMSP によって提供されています。夜間光によって多くのことが分かります。経済データが揃っていない地域でも人口分布データなどを合わせることにより人口指数などを出すことができます。右下写真、左側白いシャツの男性がハーバード大学のクリス博士です。彼のホームページにより過去数年間の夜間光のデータを見ることができます。こちらが地理情報システムに夜間光のデータを貼り合わせたものです。日本やアメリカ、ヨーロッパなど白くなっているところは夜間に強い光が放たれているということです。こちらは夜間の光の強度と GDP のグラフです。縦軸は夜間の光の強度を表しており、横軸は GDP を表しています。これにより夜間の強度が強いほど GDP の値が高いことが分かります。次に人口分布データです。人口分布データの活用により人間の生存に適した地域が示されます。例えばナイル川沿い、都市部への人口集中などが分かります。こちらが人口分布データです。図の赤くなっている地点が人口が集中している地点です。中国やインドなどに人口が集中していることが分かります。こちらはネパールを拡大したものです。下の図が人口分布データで非常に人口が密集していることが分かります。しかし上の夜間光のデータはあまり白い地点が見られず貧困指数が高いことが分かります。これは植生データです。地球上のどの地点にどのような植物が生えているかなどが分かります。次にこれが標高データです。色の濃い部分ほど標高が高くなっています。その真ん中右手茶色くなっている部分はヒマラヤ山脈です。これらの標高データ、植生データ、人口分布データを重ねることにより海面上昇によりどれだけの人が住む土地を失うか、どれだけの稲作地帯が失われるかなどが分かります。次にクリスが説明します。ただいまご紹介にあって
あたった標高データ、人口データ、国土地理院による植生データを用いて GIS でシミュレーションしてみました。標高データを入れると、海抜1メートル上昇で水没する面積が割り出されます。次に、人口データを組み合わせると1メートル上昇で水没する人口が、解析されます。同じく、植生データ、水田地帯データを、入れると1メートル上昇で水没する水田地帯が分かります。今紹介した、標高データを入れたものなんですけど、右の緑色部分にあるのが、標高の高い地域で山などがたくさんあります。でこちらが、海抜が1メートル上昇したときに、沈む地域なんですけれども、結構沈んじゃうんですよ。でこちらは人口データを、入れたものなんですけど、赤いところに人口が集中していて、やはり山間部の方は、人口が少ないということが分かります。で先ほどと同じように、水没する地域の人口が割り出されています。こちらは、2007年におけるバングラデシュの、生産高なんですけど、左の80億ドルって書いてあるのが、アメリカの米じゃなくて米っていう意味なんですよ。で、いろんな、植生データを入れてみて、いろんな生産物があるなと分かります。こちらの12番で囲われているところがパディフィールドといって水田地帯になります。こちらがパディフィールドになるんですけど、非常に水田が多いことが分かります。で、またなんですけど、海抜1メートルで沈んでしまう水田の地域がこの紫色になっているところはそうです。要約すると、海面が1メートル上昇すると、約1338万人の人が住む場所を失ってしまい、国土の約 10% が水没してしまいます。稲作には約9億6千万ドルの損害が出ると考えられています。これらはあくまで予想なんですけれども、予想は、必ずしも的中しないと言われています。ですがこの予測を立てることによって悲劇的な事態を避けることができれば、人々はもっと良い努力することができると思います。最後に、僕たちの先生からメッセージなんですけれども今回のプレゼンテーションも先生が非常にバックアップしてくださいました。それではご清聴ありがとうございました。長谷川君でした